前節チームは敗れています。この試合は負けられません。試合が開始されます。ここはゴールキーパーがうまく前に出ました。ボールを取りました。さてどうする。ディフェンダーがクロスボールを処理しました。チャンスは続きます。スローインです。ここはちょっと軽率なスロー。ここでシュート。入った。これはナイスシュート。これは今日の初シュートとなりますね。いやー、キャプテンが決めました。チームに勇気を与えるゴールになりましたね。試合開始からわずか5分、早くもゴールが生まれました。スローインで試合が再開となります。頭で合わせる。ボール頭で捉える。ゴール。点を取った直後の失点ですか。得点後に集中が切れたんでしょうか。ゴール。素晴らしいヘディングですね。あのポジションに入った時点で勝負ありといった感じでしょう。マルケーゼ、ボボ、しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。いい形でゴール前まで持ってきました。ボールを失いました。スローインからゲームは再開です。シュートを狙う。素晴らしいセービング。コーナーからのキックとなります。クロスを出した。ヘッドで捉えた。キーパーの手の中へ。さばれた。デンプシー。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。主審。フリーキックになります。ボアテン。キーパーにバックパスです。スローインとなります。スローインはしっかりと味方につなぎたかったですね。ボールを奪いに来ました。打ってきた。ディフェンスに当たる。デンプシー。ここは強引なロングシュート。じっくりと出しどころを探します。ディフェンスがクリアします。ボールを運びゴールに襲いかかります。ルーズボールです。ボールはどっちだ。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。フラール。決定的な打った。このプレーはオフサイドです。
パスをこの位置で防ぎます。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。そこで失うのはまずい。タックルが決まりました。コーナーキックです。ホームのサポーターから大ブーイングです。早く試合を再開してほしいようですね。ホームゲームで同点ですからね。ただアウェーチームが焦ることはないと思います。ヒル、危険な位置です。緊張感が増してきます。このパスはシュートだ。ディフェンダーが間に入った。ラインを割ってコーナーです。前方に運びました。ゴールキックとなりました。さあスタジアムのテンションが上がります。うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。ボアテン、このクロスボールはディフェンスがクリア。カットしました。ここはどうするでしょうか。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。いっ、笛が鳴ってファール。カードは出ますかね。今のファールにカードの判定。レフェリーはよく見ていましたね。これはディフェンスが勝った。ボボ、ボールを運びゴールに襲いかかります。スローインになります。これをチャンスとしたい。さばれた。これはファールです。アウェーサポーターからヤジが聞こえます。時間を使われて面白くないようです。今日は勝ち点3を取りに来たのですから無理もないですね。ホームチームとしては時間を使ってこのまま試合を終えてもいいと考えているようです。いいところにクロスが入りましたが、ちょっと読まれていましたね。ここはちょっと軽率な、決めに来た。さあコーナーからのチャンスです。慎重に攻撃を組み立てています。頭でのシュート、このヘディングは枠を捉えられません。難しい体勢でしたね。
デンプシー、サイドチェンジです。危険な位置です。緊張、ケリー、キーパー弾く、ロン、決まった。貴重なリードを奪うゴールが決まりました。もう少しだけ耐えればハーフタイムというところで得点が決まりました。これは大きいですね。こうなると後半の作戦も変わってきます。選手たちがどう適応してくるか面白いですね。奪った、チャンス、フラール、入った、同点弾です。なんとも苦い表情をしています。鮮やかな同点ゴールでした。叩き込まれた同点弾にスタジアムは沸いています。後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。ボールがフリーになりました。フリーキックの判定です。ここはファールを取りました。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ボールを回して味方の上がりを待ちます。コーナーキックです。同点ですが、ここはディフェンダーが上がってくるでしょう。上がった、ジェラード、決まった、ゴール。このゴールで試合をリード。圧倒されている状況でゴールを決めました。はい、相手に支配されている展開の中でもどうすれば勝ちを引き寄せられるか分かっていますね。ボアテン、いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。このボールはタッチを割ります。スローインです。ここはスローインが相手に渡りました。これはスローインに失敗。ボールが相手に渡りました。スローインでのリスタートとなります。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ボールを取りました。さて、どうする。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。いい形でゴール前まで持ってきました。ここは簡単にボールを渡してしまった。ジェラード、ゴールキックとなりました。
このパスはダメでした。通りません。ロウ、ボールを運びゴールに襲いかかります。ちょっと消極的なパス回しです。ボールを失いました。主審はファールを取ります。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。ナイスです。笛が鳴りました。オフサイドでした。ボアテン、慎重に攻撃を組み立てています。非常に美しいパス回しです。危険な位置です。緊張感が増してきます。あっとタックルで止めました。スローインです。ボボ、ボールを回しますがなかなか崩れません。ここで網にかかる。シュート数です。たくさん打っている方がスコアでは、ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。デンプシー、ボーテング、タックルでボールがこぼれました。横へ展開をします。面白いボールが出た。フリーでしたね。どうなる？ゴール！ゴール！ゲームはもう勝敗という楽しみからは外れてしまっています。ちょっとキーパーの調子が怪しいようですね。最初の失点から反応が遅くなっているかもしれません。ボボ。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ボールを回して味方の上がりを待ちます。ゴール前に絶妙なクロスを出しましたが、これはディフェンダーが読んでいました。さあコーナーからのチャンスです。上がった、頭で捉える。キーパーきっちりとボールをキャッチ。ケリー、これは止められます。さあどうだ。ロウ、いい形でゴール前まで持ってきました。安定しています。またしてもボールをクリアしました。このスローインはうまくいきません。ボールをキープできませんでした。ボールを運びゴールに襲いかかります。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。これは危険な場所です。フリーキックですが、壁を越えて直接ゴールを狙えます。攻撃の手には渡りません。ケリー、
これは執念で止めた。コーナーからのリスタートになります。クロスを出した。クロスが今一つでした。ディフェンダーがキープしています。危険な位置です。緊張感が増してきます。またまたコーナーキックです。コーナーキックの数です。あっとこぼれた。さあスタジアムのテンションが上がります。4対2のまま試合は終了です。意外な形でのゴールが試合を決めましたね、福西さん。そうですね、無念でしょうが、あれはもう仕方がないでしょう。ここはちょっと軽率なスローイン。ここでシュート。頭で合わせる。ボールは、頭で捉える。シュートを狙う。素晴らしいセービング。危険な位置です。緊張。ケリー、キーパー弾く。ロー、奪った。チャンス。フラール、入った。同点弾です。上がった。ジェラード、フリーでしたね。どうなる。頭で合わせる。ボールは、頭で捉える。ゴール。点を取った直後の失点ですか。得点後に集中が切れたんでしょうか。ゴール。素晴らしいヘディングですね。あのポジションに入った時点で勝負あり。